なぜ認めると言ったか、少し考えてみていただければいいんですけれども、長崎、広島のことを考えれば分かるんですね。なぜ長崎、広島に原爆を落としたか。米国側の説明は、日本に全面降伏をさせるんだけれども、これ以上米国兵の犠牲は困るというのは、一番最初に南方で戦争してた時には1対10、そういう比率だったんですね。ところが硫黄島へ来て1対5になったんですね。で、沖縄に来てこれが1対 3.5 ぐらいになったんです。そうすると九州上陸になると1対2ぐらいになるという想定があって、それをなくする、まあ、一つの方法として長崎原爆があったということが言われている。と同じように その論理で考えると、日本の一番精鋭部隊っていうのは満州にいたわけですから、これが本土に帰ってくるというのは困ると。だから多くの皆さんが考えていることと逆に、日本、アメリカはソ連に対して戦争してくれと呼びかけてたんです。だけど皆さんの歴史観とは多分違う。そして日本に戦争をさせるために、日本と戦争をさせるために千島とカラフトは挙げるという約束をしたんですね。これが歴史なんです。じゃあなんでその歴史を我々は知らないんだろうということで、1945年、連合軍がどこ、連合軍が進駐してきて日本を占領した。その時に日本の国の領土はどこですよと、占領するわけですね、これから連合軍が。じゃあその連合軍の管轄する日本とは一体何かという時に、千島列島は日本のものではないと書いてあります。あ、じゃあもう少しいきますね。サンフランシスコ条約、日本はサンフランシスコ条約というものをやりました。これで国際社会に入ることが認められました。で、この時サンフランシスコ条約では、日本は千島列島を放棄すると約束したんですね。じゃあここから質問なんです。日本は千島列島を放棄した、吉田首相が放棄した。じゃあ吉田首相はその時どういう演説をしたのか、その頃ね、見てみましょう。国後択捉は日本の固有の領土である。だから我々の放棄した千島列島には国後択捉は入ってないと言ったか、国後択捉も千島の一部であると言ったか、これ聞きますね。国後択捉は千島に入らないと言ったと申し上げてください。はい、国後択捉は千島の一部であると言ったと思われると言ってあげてください。はい、後者なんです。かなり皆さんの思ってる歴史と違うでしょう。なんでこんなことが起こってる、極めて明確なんです。もう吉田総理が何を喋ったかっていうのは文書としてあるんです。サンフランシスコ条約っていうのは、千島列島は放棄するっていうのは書いた文書はあるんです。ポツダム宣言は何を、日本の領土がどうなってるかっていうのはちゃんと書いてあるんです。そして我々は日本の国境領土問題について大変な関心があるんです。その関心がある我々が何で違ったことか思ってるんだ。で、1900、ここで鳩山さんが出てくるんですね。鳩山一号、おじいさんおじいさんの鳩山一郎さんが出てきて、日ソの間で、
領土問題を含めて、日ソ共同宣言というのをやるわけですね。その時の外務大臣は、その時の外務大臣は重光守だ。重光外務大臣はソ連と交渉して、それで、まあ、ある会議でロンドンに出てダレス長官と会うんです。でダレス長官と会って、我々の今領土交渉をやっている結果を説明して、国後択捉はもうソ連の立場が強いから、私はもうこれ諦めたと要求するの。と言ったときに、ダレス国務長官は何と言ったかっていうのを知ってる人に会えてください。ダレス長官は日ソの領土問題、日ソ国交回復をしよう、日ソの国交回復するには領土問題を決着しなきゃいけない、ロシアはもう国後択捉は俺のものだと言って頑張ってる、俺はもうこれ以上頑張れないと、日ソと国交を回復することが重要だから、もう国後択捉をソ連のものとみなして手を打とうと思うと言ったときに、ダレス長官が何と言ったのか。ダレス長官はそういうことをしたら沖縄を返さないよと言ったんですね。これは文書になってるわけ、文書っていうか本には書いてありますけれども、文書になってるわけじゃない。もう一つ言ったんです。次はダレス国務長官が日本の在ワシントン大使に渡した書簡なんです。この書簡は今もあります。そこで何て言ったか、もしも国後択捉をソ連のものだというように認めたら、サンフランシスコ条約ではそこまでは決めてなかったわけですから、日本は放棄するということを書きましたけれども、誰のものになるということは書いてないので、サンフランシスコ条約に書いてある以上のことを誰かに渡すことになる。それは一つの国に対して特別の権利を認めていることになるから、もしも日本がそういうことをしたら、サンフランシスコで決まったことを全部チャラにする可能性がありますよと言ったんですね。ここからなんです。この時以来、それからしばらくして日本政府は、先ほどからずっとそれ以前は、その時のサンフランシスコ条約があった時の国会答弁、それから田中という委員会の委員長、それから吉田総理、みんな国後択捉は千島、放棄した千島の中に入ってると言ってたんです。なんでそれ違うことを今我々は考えているんだ。その時の文書の中に、少し専門的になるんですけど、ジョージ・ケナンという国際関係で非常に有名なアメリカの外交官がいますけれども、この人がアメリカの国内で、国務省の中に政策企画部という非常に重要な部署にいるときに、彼のときに領土問題を残しておけ、それからイギリス大使だと思いますが、イギリスに在京の英国大使館が本国に送った電報の中に、日ソの間に領土問題を残せと
残せば両国はずっと喧嘩するから、2人が接近することはないから領土問題を残せということを言った。今まで言ったことは、私はどなたが出てきても勝てると思います。文献があるんだから。だけど多くの人たちの考えていることとは違う。それは冒頭申し上げましたように、原発が安全で一番安くって代替エネルギーはないと多くの日本の国民が思っていることと同じようなことなんですね。だから今原発でもって皆さんがこれまで言われていた大学教授の一番トップ、東大の先生とか、あるいは新聞社とか、あるいは政府が解決しているということと現実が違う可能性があるということを思って、もう一度問い直してほしいんですね。それが今日これからまあお話しする日米同盟のところに入っていくと思うんですけども、まあ、合わせて、原発の、皆様と、まあ、一番の関心のある原発のところについて少し発言してみたいと思います。で、私自身はもちろん原発の専門家ではありません。ただ私は外務省で国際情報局長ってやってたんですね。だからどの情報を取り上げどれを重視するかという訓練はできていますので、まあ、原発関連でこういう情報は大切だということは、まあ、分かるつもりでいるんですね。で、原発について、一番最初に起こった時には想定外ということが言われました。この原発は想定外だ、だからああいう事故が起こったんだ。ところが2005年の2月23日衆議院の予算委員会の公聴会、予算委員会というのは国会の中で一番重要な会議です。そしてそこで予算委員会の公聴会に石橋勝彦という神戸大学の教授が証言しました。ここで次のように言われています。迫り来る大地震活動期は未曾有の国難に直面する。日本列島はほぼ全域で大地震の活動期に入りつつある。地震は原子力発電所にとり一番恐ろしい外的要因だ。地震の場合には複数の箇所が振動で破壊する。複合の多重防御システムが不可動になり、最悪は炉心融解につながる。電源の喪失、冷却の失発、まあ、ということで2005年2月衆議院の予算委員会で大津波が起こるということも、地震があって日本の原発がおかしいということも、そして地震の時には原発は複合箇所で最悪は炉心融解が起こるということを言われてるんですね。だから想定外は全くなかったということです。
それからこれから我々はその原発の問題を考えていくときに必ず認識しておかなければならないのは、原発は決して安いエネルギーではないということなんですね。ところが原発は安いエネルギーだということが大体この事故までは定着してました。いろんな計算がありますけれども、一番重要なことは危険の負担が入ってないということなんですね。皆さん、多くの方が自動車を運転されます。自動車を運転するときには自動車に一体いくらの経費がかかるかというときには、皆さん当然のことながら保険料が入ってきます。保険料を含めて自動車のコストが当然は計算する。原発が起こったときには処理は電力会社で全部折れません。今起こっているように電力料金を上げるのか、あるいは国債を発行するのか、どういう形でやるかは分かりませんけれども、それは国が保証する。国が保証するということは一般の我々のところに入ってくるということですから、原発ぐらい高いものはない。だから今私一番簡単なことは、原発続けるか続けないかということの一番簡単なことは、原発をする企業が事故があったら全額保証するということを保険会社から取ってきなさい。その保証があったら原発を続けてよろしい。その被害を一般の国民のが負うということじゃなくって、あなたたちが保険料を払ってやったら考えますと言ったら、保険なんかつきません。考えてみていただければいいんですけど、今福島に一体いくらの保証費がかかるのか、もう天文学的な数字になりますから、受ける保険会社はありません。ということで、この方針はスウェーデンが採用した方針なんですね。スウェーデンでは新しい保険を全額受け入れることはないということで、これから止まっていきます。この論理は別にイデオロギーと全く関係がない。事故があったら保証しなさい、保証する手段をちゃんと講じなさい、その手段が講じられなければやめにします。何にもおかしいところはない。からもう一つ言われるのは、この今度の事故で世界中が大変な関心を持ちました。4月アメリカではいろんな課題があります。イラク戦争がまあ大体終わって、アフガニスタン戦争が今まだ続いている。リビアでは何かがおかしいことが起こって、エジプトでもものが起こっている。からアメリカの財政支出がどんどん赤字が増えてくる。アメリカの経済は良くない。この時にしかしアメリカ国民の一番の関心は日本の原発だったんですね。そして、一番明確な政策を取っていったのはドイツです。ドイツは原発をやめるということを決めました。日本で多くの人はそんなことやると日本の競争力がなくなるじゃないかと。しかしドイツは世界で最も充実した工業国の一つです。その工業国が原発をやめてできないはずがないんですね。
というような形で、しかしドイツはやめて、スイスもやめました。で、今度のサミットの宣言の中に地震国については特別に考えようという書いてるわけですね。